もうね、口に入れた瞬間にうわーってエビが押し寄せてきた。え、すごい。ひなです。るなです。のあです。始まりました、 TGC。 はい、今日はグルメの金曜日ということで、お取り寄せ全国ツアーをしていきます。今回はですね、私とカノの生まれ育った場所、北海道のグルメです。北海道といえばグルメですから、ぜひ食べてください皆さん、はい、そして最後までご覧ください、はい、まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは動画スタート。はい、じゃあまずは私から紹介していきたいと思います。はい、じゃじゃーん、フクロウのフロランタン。フクロウ、フロランタン初めて。フクロウです。はい、こちらはあの手のひらサイズの可愛いっていうの、うん、プラス袋って縁起もいいものなので、うん、の披露宴だったりとか結婚式とかね、あーいいね、お土産とかですけど、縁起のいいで知られている袋なんです。うわー可愛い紫。何、どういうこと、ガチじゃん。袋、こんにちは。わー可愛い。西洋では知性のシンボル、日本では幸福を呼び取り、フクロウをモチーフにした和風フロランタン、笑顔をつなぐ縁起菓子でした。うわーわ、こんなんですよ、これが。いただきます。いただきます。おいしい。うん、おいしい。うん、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 全体的にすごい香ばしくない？うん、中にクッキーみたいなの入ってる、うん、フロランタン、うん、なんか想像では饅頭系だと思う。え、でも、でも、でも、え、これがまずフロランタン、うん、って言うってことを知らんかった。え、知らんかった、知らんかった。うん、美味しい。でも、うん、フロランタンっていうのはこういうものなんです。サイズ感がちょうどいいね。うん、なぜこれ、これ結婚式とかいいな。うん、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 縁起がいいから、うん、美味しかったです。美味、ね、はい、お次がこちら、じゃーん、一元のエビそば。こちらですね、エビの頭を15キロ使用したエビのスープがすごく人気のお店です。でも15キロってすごくない？しかもエビの頭だけで15キロ。思った思った、すごくない？で、北海道のすすきのっていうところに総本店があって、今では全国各地、あと海外とかにもお店があるらしいですよ。絶対美味しい。エビステルプレゼントしてほしい。こっちが塩でこっちが味噌なんですけど、味噌は北海道の有名なラーメンですから、ちょっと皆さん話聞いてください。まあ食べましょう。食べたい、食べたいんでしょ、みんなも。うん、食べたい。じゃらーん、来ました。じゃらーん、私が塩味で、2人が味噌味。味噌です。わー、美味しそうだね。じゃあ、私一人だけ塩だから先に食べるね。いただきます。あっこ、うん、麺が太い。うんうん、思った。うん、うんうん、いいね、食べたい。めっちゃエビの、もうね、口に入れた瞬間にうわーってエビが押し寄せてきた。でもね、めっちゃさっぱり、あっさりしてる。ほんと？うん、食べよう。麺美味しい。食べよう、食べよう。いただきます。食べてみてね。うわ、塩も美味しい。私塩ラーメンあんま食べないけど、美味しい。え、でももう匂いがエビやね、すごいよね。ほんとだ。うん、うん、おいしい。え、めっちゃおいしい。本気でおいしい。え、待って、ほんとにおいしい。エビ、ガチでおいしい。口の中エビ。味噌の味もしますか？うん、味噌がわーってくると同時にエビがくる感じ。へぇ、15キロ使ってますから、さすがです。さすが。おいしかった。次、はい、お次がこちら、じゃじゃーん、じゃがいもコロコロです。名前がかわいいんだけど。かわいいでしょ。こちら、北海道産のじゃがいもを使用しております。わー、北海道といえばじゃがいもですからね。それともち米を一緒にこうついて作られているものでございます。私も食べたことあるんですけど、軽い食感でもうパク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 無限に食べれる。そう、これね、昆布が入ってるんですよ。それもね、すごい噛めば噛むほど味が出てきて、お菓子にもいいし、あとお酒のおつまみとかにもすごいおすすめのお土産です。
こっちがさ、あれトウキビの味なの。何トウキビ。トウキビってのトウモロコシ。ああ、北海道ではトウキビって言うんですよ。なるほどね。絶対美味しいトウキビ味。はい、では来たので食べたいと思います。はい、いただきます。じゃあこちらからいただきます。いただきます。無限じゃない、なんかさ、幅広い年代から愛してる。絶対そう、好き嫌いないと思う。 ASMR やったゆでりのあそこのカメラに。じゃあこれ、こちらのトウキビ、間違えた、じゃがいもね、じゃがいもを作る。おー、いいと思います。いい音。昆布もこのまま食べるの。あ、てかもう美味しい昆布。ちょっとついただけ。めっちゃ昆布の味するよ。昆布。でも私おばあちゃん家にいる時とか昆布そのまま食べてた。こういうやつ。え、ガリガリ。え、マジ。すっごい長い昆布があって乾燥してる。それ多分味噌汁とかに入れてたし取ってみたいなやつだけど、こうやって食べてた。聞いてんじゃん。え、トウキビの方食べた。食べたな。食べよう。いただきます。いい匂い。これめっちゃ美味しい。どっちが好き？こっち。冷凍機に。ね、やっぱそうだよね。いいね。次行きますよ、皆さん。はい、こちらは風船の中に入ってるミルクプリンということで、初めて私は見たんですけど、あの爪楊枝で刺すとこの風船の中からプリンが出てくるっていうことですね。いやー、私気になってたよこれ。そして北海道の牛乳が使われていて、もっちりとした食感で濃厚なプリンだそうです。そう、ボッカっていう北海道の結構有名な牧場の白いプリン。へえ。これ私が一番好き。プリンの中だって言われてもこれが一番美味しいと思う。いや、マジで気になったから嬉しい。しかもなんかカラメルソース。そうそうそう、濃厚そうで美味しそう。もうね、なんかもはやチーズみたいな感じ。美味しい。食べたい食べたい。じゃあもう食べたいと思います。わー、来ました。もう匂いがなんかプリンっていうか、もう本当に濃厚な牛乳の匂いがここからでもする。はぁ。なんかコツとしてはこの出てるところを持ってもうビョンって刺すっていう感じ。うわー、怖い。緊張してきた。でも意外と綺麗にポンってなると思う。マジ。いや、行ってみて。行きたい。見せ見せ見せ。え、すごい。な、結構あれかも。爪楊枝当ててもうグッて押し込んじゃって大丈夫。破裂することないから。あ、え、すごーい。本当にいけた。すごくない。カラメルをかけまーす。全部かけていいんですか。もちろん。久しぶりに食べるわ。いただきまーす。はい。美味しくない。クリームチーズをもうちょっと柔らかしたけど固めてみて。なんか難しいけど、食べてみて。ガチで美味しいから。でもミルクが濃厚、めちゃくちゃ。美味しくない。何これ。美味しい。これプリンだ。食感、これプリンだ。本当にね、新しいんですよ。もちっとしてる、本当に。もちっとしてるプラスめちゃめちゃ重たくない。あの入りが、ずっしりくる。濃厚。美味しい。何これ。砂糖がめっちゃ入ってる甘さとかじゃなくって、本当に牛乳の濃厚な甘さがあるから、全然くどくなく、ペロッと食べてもう一個食べたいと思っちゃう感じのプリン。なんかカラメルも美味しいよね。程よい苦さがあってめっちゃ合う。ちょうどいいんだよ両方。クラッカーにかけても美味しそう。美味しかったです。はい、こんな感じで今回は北海道のお取り寄せグルメを紹介してみたんですけど、どうでした？どれが一番美味しかった？私は圧倒的にラーメン。ラーメン戻った。麺類好きじゃないのに本当に久々にラーメンも美味しいと思いました。本当に相当だ。あの太さがいい。本当に美味しかった。めっちゃ美味しかった。プリンも最高だった。美味しかった。私的に一番おすすめプリンは、
全部ね各サイトのホームページで購入できるので、うん、よかったらもう本当に食べてください。ぜひぜひ。まああとは皆さんの出身地のおすすめのグルメとかがあったらぜひコメントしてください。知りたい、はい、ね、知りたいよね、いろんな場所のグルメ、うん、ぜひ教えてください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。袋かもしれない。そうですね。